おばあちゃん、もういいよね。疲れちゃった。カイネ、こっちだよ。諦めちゃダメだよ。生きるんだよ。絶対に諦めちゃダメだ。まったく、手間のかかる女だ。またあの夢を見た。抗いようのない苦痛と悲しみが襲う夢。私は何か大切なことを忘れている気がしていた。折れてしまった剣を見るたび、魔王との壮絶な戦いを思い出す。ヨナという少女を救ったあの日から3年。私はやるべきことを成し遂げたはず。なぜ私は泣いていたのか。あれから3年経った今も、あの日の疑問に答えを出せずにいた。嫌な夢を見た。クソ。魔物を殺しに行くか。エミール。目障りな奴らだ。片付けてやる。離れろ、死ね。おい、あんた危ないぞ。自分の心配だけしていろ。ありがとう、助かったよ。ここらは魔物が増えていた。そうしたいが、仕事があってね、神話の森の住民と連絡がつかないんだ。誰かが様子を見に行かないと。その様子じゃ無理だ。私が見てきてやる。え、本当か？助かるよ。そうだ、これよかったら使ってくれ。俺はここで待たせてもらうから、すまんがよろしく頼む。
おい、誰かいないか。カイドモがなぜこいつらが殺したのか。次へと。なんでこんなところから機械が。なんだここは。木の中にこんな場所が。奴らだ。わけのわからないこと。もちろん君の情報も観測されている。君はゲシュタルト計画を阻んだ。オリジナルゲシュタルトを殺したせいで行き場を失ったゲシュタルトたちが暴走。大勢のレプリカントが犠牲になっている。さっさと顔を見せろ。急がなくてももうすぐ会える。
私たちは管理人、この森の管理人。何なんだこいつら。僕たちがずっと見ていた、私たちがずっと聞いていた、繰り返す内側の物語、繰り返される世界の声を、君は何を見せてくれる。君の可能性を見せて、楽しませて。
がわからないんだよ。理解する必要はない。あなたが殺すことを愛しているから。そうでしょう。私はこんなにヤワじゃないぞ。君のボディをいくら破壊しても無駄だよ。破壊されても分解し再構成するから。まだまだ楽しめる。いよいよ終わりだね。うるせえんだよ。バラバラに解体して潰してやる。エミール、さっきは騒がしくて話せなかったが、あの後一体何があった？どこにいたんだ？それになんで
腕が4本もあるんだ。カエネさん、そんなにいっぱいは話しきれませんよ。分かってる。心配したんだぞ。カエネさん、でもまた会えました。ああ、そうだな。忘れてるような気がするんです。エミールもか。アイネさんも。ああ、なんだか知らないが、頭の中にモヤみたいなものがかかってて、僕誰かと何かを約束したような気がするんです。何か美味しいものを食べるような。じゃあ取り戻さないとな。はい。先に膨大な魔力を感じます。エミール、無茶なことはするな。絶対だ。分かっています。カイネさんもですよ。もう一人にはなりたくありませんから。ああ、この場所は魔王の城。カイネさん、奥に強い魔力を感じます。この場所は特別な場所。あなたにとっても世界にとっても。なんだここは。
エミール、ここは君の記憶、ここは君の記録、ここは君の世界。話すことはわけがわからないんだよ、この腐れ。うるさい、魔物は殺す、殺すだけだ。何度でも来い。
してやるよ。やろうが。君の記憶から再現したデータをアップグレードした。あなたにこの悪魔が倒せる。うるさい。ギタギタに切り刻んでやるよ。やろう。を吹っ飛ばした時、誰かがいたはずなんだ。なぜ思い出せない。悪いもの見せやがって殺す。私はお前らなんかに。魔力が集まっている。クソったれ、かかってこい。このあクソ体が
おい。おい、聞こえているか？あやつを取り戻すのだろう。まったく、手間のかかる女だ。共に旅をした仲間であろう。とっとと戻ってこい、この腐れ下着女。思い出に浸っている暇はないぞ。 あいつ取り戻す。我の魔法で奴を破壊するのだ。の使い方はわかる。派手にやってやれ。言われなくてもクソッをブッにしてやるよ。彼の力を使え、魔法で叩き落とすのだ。叩き込んでやれ。ぶっ潰す。しぶといやつだ。次は仕留めるぞ。なあシロ。どうした。ありがとう。悪いものでも食べたのか。飛ばすぞクソ吹き紙。その調子だ。おい、分かってる。下着お前がやろうとしていることは知るか。私はもう決めたんだ。そうか。されるんじゃないぞ、下着女。分かってる。もう迷わない。
戻っていけない。うるさいうるさいうるさい。私は決めたんだ。誰の指図も受けない。私は刃になるって決めたんだ。お前の刃になるって決めたんだ。絶対に絶対に絶対に取り戻してみせる。ふざけんな。勝手に消えて勝手に消えてどういうつもりなんだ。自分が生きてる意味は自分が決める。この命も私が勝手に使う。だからとっとと戻ってこい。この腐れ野郎。あとは頼んだぞ、下着女。私たちの旅は無意味だったのかもしれない。僕たちの過去は間違いだったのかもしれない。でも後戻りはしない。たとえこの世界が終わるとしても、ここは大切な人がいる世界だ。
Thank you.